にちは、お元気ですか。才能取引です、楽しい夏休みをどのようにお過ごしですか。僕の方は夏休みも返上してテレビにステージに毎日ハッスルしています。鹿児島生まれの僕は夏が大好きです。男性的な強い日差しを浴びるとなんだか体中に力がみなぎってくるような気がします。僕の生まれ故郷の鹿児島では夏になるとよくこんな挨拶を交わしますよ。今日はほんのことよか天気じゃな。今日のようには暑くなかと夏だっていう気がせんがお。お分かりですか。今日は素晴らしいお天気ですね。今日のように暑くないと夏だっていう気がしませんね、という意味なんです。とにかく大好きな夏を控えて張り切っていますからね、ご安心ください。またテレビで映画でそして舞台でお目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。